LPGA ツアーのトップ5のうち4人がこのスチールファイバーシリーズを使っているということで、めちゃめちゃいい。え、いい。なんかアイシリーズより優しい。おお、やっぱり上からボールを落としたいっていう風になった時にやっぱこのスチールファイバーに詳しい選手が多いらしいです。はい、続きまして皆さんお待たせしました、ご水分の出番でございます。はい、はい、スチールファイバーの H シリーズのプラスという先調子系のモデルになります。これの 55g の R、 はい、はい、こちらを打っていただきたいと思います。色可愛くないですか。かわいい。やっぱそういう色とかも女子は大事ですよね。そうですよね、はい、って言いながら自分のキャディバッグを見るっていうのをやめてくださいやめてください、やめなさい。契約メーカーさんが作ってくださったクラブですか。はい、そうです。はい、結構いい。いいです、これ。ナイス。いい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 。わかりやすい。はい、感想はいい。はい。はい、これスチールファイバーってもともと知ってらっしゃいましたか。いや、知らなかったです。知らなかった。で、なんかツアーではちょっとこうポロポロ選手は使ってると思うんですけど、はい、誰か使ってる選手って知ってます？そうです。高橋沙耶香って同い年の、はい、子が、はい、富士山系で優勝する週に、はい、帰って優勝したっていうのを聞いて、はいはい、試してみたいなと思いました。すぐ乗っかる。でも本当最近になってちょっとずつ、はい、増えてきてますもんね、はい、スチールファイバーから選手は日本ツアーの中でも、実は僕もこの間ツアー会場に行った時にジョン・ミジョン選手とかもう i シリーズを練習場でちょっとテストしてるのを見かけて、あれジョン・ミジョンさんも使ってるってちょっと思いました。なんか最近になってやっぱ LPGA とかも選手結構興味があって見てる選手はいるので、はい、多分薄いプロは見てないと思うんですけどでもそこから結構こう使ってみたいっていう声が僕らにも来たりとかするので、すごい、はい、人気が人気がで、これはやっぱりいい感じ。いいです。はい、じゃあちょっとこれの重いモデルも打っていきましょう。はいはい、はい、続きまして、スチールファイバー H シリーズの H プラス 65g になりますの R です、はい、お願いします。いきなり行く。素振りとかしてみようか。素振りした感じでこう、あ、こんな感じですねみたいな。やってみよう。やってみよう。振った感じは。あ、なんかいつも自分のクラブの素振りの時と全然違います。55g と比べて65になって、まあ重さはもちろん多いと思うんですけど、硬さとかってちょっと結構変わる感じですか。私本当に分かんないですね。あ、分かんないです。重さぐらいしか分かんないです。ほうほうほう。でもこれはちょっとやっぱり重量感を感じる。はい、ほうほうほう。でもなんか 55g 打っても55の感じしなかったです。あ、もうちょっと重しっかりした感じ、しっかりした感じに感じるっていうことですね、はい、了解です。ありがとうございます。ナイス。うん、すごい、え、なんかすごいいいんですけど。すごいいいんですけど。すごいいいんですけど。なんかね、さっきのシリーズも良くてこれも良かった。はい。だ。はい。けど日本の選手はみんな i シリーズです。そうですよね。i シリーズが多いは多いです。まあ日本ツアーでは i シリーズ使ってる選手が多いんですけど、それは多分 PGA、LPGA の影響が強くて。うんうんうん、で基本的にはその今
手に持ってらっしゃるこの H シリーズっていうのは、アジア限定のモデルなんですね。なので、アメリカとかの選手が使ってないんです。なるほど、はい、だからあまり目にする機会がないんですけど、ちゃんと実は存在をしていて、はい、実は評価は高いです。なるほど。で打ってもらってもやっぱすごい良、はい、かったです。はい、はい、続きましてスティールファイバーの H プラス、75の R なんですが、重量が増えて、75g。 またこれも H プラスなんで、はい、調子系のシャフトになります。はい、ちょっとだいぶ感じ変わりました。おう、もう一回いきましょう。はい、おう、うん、ちょっと硬い、ちょっとこうなっちゃいますね。はいはいはい、早く戻りすぎた。はい、まあ硬さをちょっと感じちゃうのかなっていう気がしますね。はい、なので、6号まではすごい振りやすかったんだけど、ね、7号になると、まあちょっとこう落ちてきちゃう感じになるっていうことは、まあ、番手ずらしとかをして、重量がもし75とかが欲しければ番手ずらしをして、番手ずらしって分かりますか？はい、はい、番手ずらしをしてちょっと柔らかさを出すことによってこのシャフトが使えるっていう可能性も出てくるのかなと、うん、いう印象でございます。はい、はい、まあちょっとやっぱり6号と7号になると全然違う印象、印象です。はい、わかりました、ありがとうございます。なんだおめえ、昨日あれやって言ったっぺよ、ね、おめえって必ず言うし、うん、ね、はい、そうなんかすごい軽蔑。いやいやいや、いや本当に、いやいや、私だっておじいちゃんと喧嘩したら、なんだよこの芋姉ちゃんって言われますから。芋姉ちゃんって言われます。